竹内製法、半猫1924年島、白のバから、日本猫は日本人に親しまれている日本産の猫で和猫とも言う。品種としては雑種となる。顔は鼻筋が通り、耳の毛は短い。全身の毛はそれほど長くない。尾は細長いものと極端に短いものがあるが、細長くても先だけが折れ曲がっているものもある。尾の短いものは 尾骨が複雑に折れ曲がっていることが多いが、毛に覆われているために、外見上は単純な切り株状に見える。タモの猫は、世界的には、比較的、珍しく、日本猫の特徴の一つとなっている。一説に、オア東へ行くほど細長く、関西では短く、西へ行くと折れ曲がっているらしい。尻尾の短い個体が、日本で一般的になった理由には、猫の尻尾に、 火鉢の火が因果し火事が起きたことがあるから、長い尻尾は蛇を連想させて、日本人に嫌われたから、二股に、尾が分かれた、妖怪、猫股の誕生を意味、尾の短い猫が好まれ尾の長い猫が減ったため、などの小説がある。毛並みが美しく、またその色分けも外国人から珍しがられている。白、黒の一色、濃淡帯状の縞模様、白地に、黒縁や、茶縁、 そして、三毛猫と呼ばれる白、茶、黒の3色に色分けされているものなどがいる。島模様の猫は、虎猫と呼ばれ、茶島のものを、茶虎、焦げ茶島のものを、生地虎、灰色島のものを、サバトラと特に分けて呼ぶ場合もある。毛の色は、遺伝的要素や母体内での影響などが考えられているが、覚醒遺伝なども起こるためか、必ずしも両親と同じ色が生まれるわけではない。 半生遺伝の関係で、白い面積の多い猫は、メスが多く白以外の色の猫は、オスが多い。また、三毛猫とサビ猫はほぼすべてがメスである。その一方で、チャトラは、比較的オスが生まれやすい傾向がある。歌川広重、浅草殿、はじめとりの町毛で1857年日本列島では、縄文時代には、家畜としての縄文系が存在し、弥生時代には、 稲作農耕の開始に伴い、家畜化された豚鶏が導入された。弥生時代には、長崎県伊吉市に所在する唐上遺跡から猫の遺骨の発出土事例があり、紀元前から日本に猫が存在していた可能性が考えられている。奈良時代頃に、経典などの大事な書物をネズミから守る液銃として、中国から輸入されたことが、日本猫の始まりとも言われている。 考古資料においては、古代の日本列島において、猫が日本に定着していたことを示す資料は乏しい。文献資料においても、古事記や日本書記などにも猫の記述は見られず、日本でいきに705年に、無全国の柏出の広国が死後、猫に転生し、息子に飼われたとあるのが最初である。本物の猫の描写が記録として現れるのは、 889年の歌天皇による黒猫の飼育日記である。そこには、東土都来の黒猫との断り書きがあり、それに加えて、それからおおよそ100年後、花山天皇が三条の皇太后に猫を送った時に、その漁性においてわざわざ、空猫と呼んでいることから見ても、舶来でない在来の猫が当時の日本にすでに存在していたことが伺える。平安時代には、 様々な和歌や物語に登場し、人々に親しまれていたことが伺われる。その後も中国と交易するたびに、猫が日本を訪れたため、いくらかの変遷があったと思われるが、戦国時代にシャムなどの東南アジアとも交易したことから、これらの猫とも関係ができたと思われる。現在の日本猫の形は、江戸時代に固定されたものである。日光道将軍の眠り猫は、 日本猫の姿をよく表す恒例と言える。日本に伝来してから長きにわたって、猫は貴重な愛玩動物扱いであり、ネズミ外防止の液獣としての使用は限定され、猫は繋いで飼育する動物であったとも言われており、絵巻物等には、魔除けの猿同様に紐、も、孔頭で繋がれて逃げないように飼育されている、猫の様子が多数描かれている。そのため、 ネズミガい対策として、慶長7年には、落中の猫の綱を解き放つことを命じる考察が、出されたことが、西の東印寺喜びの日記である、寺喜び記に記録されている。金星は、かなりの効果があり、ネズミガが激減したと言われ、おとぎ造紙の、猫の、創始は、これに困ったネズミが、おしょうに相談する内容となっている。一方、 日本猫はもともと愛玩用ではなくネズミ狩りの液獣として輸入されたため、家で飼われるより外で暮らすことが多かったとの見解もあり、室町時代の高若えには京都で猫が自由に外を徘徊している模様が記述されている。しかしながら猫が広く繁殖するまでには至っていなかったと見え、江戸時代にはネズミを駆除するための樹具として猫絵を描いて養蚕農家に売り歩く者もいた。 洋産地方ではネズミ捕りに長けた猫は馬の5倍の値がつくほどであったと伝えられ、完成年間に農美と勢い集で、ネズミ貝が猛威を振るった際にも猫が大変に高値になったとの記録が残っている。日本猫の種の養卵は1945年頃までは安静に続いていたものの、第二次世界大戦が終結した頃から、 新中軍など外国人の手によって外来種が日本国内に大量に持ち込まれるようになり、特に日本国内に巻き起こった爆発的なシャムネコの流行期を過ぎてからは外来種との混血が急速に進み、20世紀も後半を迎えた頃には絶滅寸前と言われるまでの状況になってしまった。元来、日本において猫はネズミを取るために放し飼いにされており、外来種に対しても そのような飼い方がなされた。そのため、猫の高い繁殖力と、相まって外来種と、日本猫との根血が急速に進んでいった。日本猫は、野良猫として、日本人と密接に関わっていたため、初期に日本に持ち込まれた、外来種であるペルシャやシャムといった品種と比べ、品種として認識されていなかったことが、外来種との根血に無関心であった背景として、考えられる。 これに、危機感を抱いたことから1971年、日本猫の標準の試案を作成した上で、日本猫の保存を呼びかけ、その保存運動を発揮したのが、平岩米吉地であった。沖縄や奄美大島などでは、人々が本土から移住した際に、一緒に猫を連れて行ったため、この地での猫となったものが、ヤンバルクイナなど、固有の希少動物を食い荒らし、 マングースによる食害とともに問題となっている。平井は予義基地による1971年の研究発表を踏襲した上での標準型はおおよそ次のようになる。島、白のバイカラー生地とラクロ、白のバイカラー、日本猫保存会が公認し、日本猫に存在し得る非毛色には次のようなものがある。 飛び見けのジャパニーズボブテール日本猫が持ち出された例として1910年にイギリスで撮影された日本猫の写真などが現存しており、この猫は尻尾の短い猫であった。この個体とは別に1900年、横浜からイギリスへ渡ったおゆきという名前の日本猫の記録も残っている。また、1690年に日本に滞在していたドイツの博物学者、 エンゲルベルト・ケンペルが記した日本史に記されている猫やパトリック・ラフ・カディオ・ハーンが自筆骨頭の中で触れた愛病に関してもやはり尻尾の長さを取り上げるなど日本猫の取り分け尻尾の短いものが日本猫の提携として海外に発信されていた1861年に神奈川に滞在した米国宣教師マーガレット・バラはやはりこの尻尾のない猫をキーに感じて 手紙に書いており、またこの猫がネズミを取らない、怠惰な行動に驚いている。そのため、明治時代にアメリカへ留学した日本人が、現地のアメリカ人から、日本の猫には尻尾がないというが、本当かという質問をされたという記事が1873年5月の新聞雑誌99号に掲載されている。 こうした尻尾の短い日本猫に関する調査として、1904年日本に訪れたドイツの生物学者、フランツ・ド・フラインは、著書、東亜紀行の中で、長崎から東北地方まで日本を縦断調査する過程で、長尾の猫を多く見たが、中部地方では、尻尾が結節状に縮んだ猫をどこの村でも見かけることができたと記している。こうして、 明治時代などから海外での関心が高かった尻尾の短い日本猫を原種としてアメリカで改良、固定されたジャパニーズボブテールという品種が1976年認定されるに至った。ありがとうございます。